ペルタストペルタストとは古代ギリシア時代の軽装不評。木の板に動物の皮を張って作った三日月型の盾、ペルタを持った兵士という意味であり、盾兵と訳されることもある。これを初めて使用していたのはアマゾン族だと言われている。もともとギリシア人の主戦力は重装不評であるホップリ隊で、その戦法も密集体系を組み堅ろだが、 機動力に劣るファランクスであるが、ギリシア人はたびたび北方から侵入してくる、トラキア人と戦う中で彼らの戦術や兵器を取り入れており、その一つがペルタ及びペルタスとの戦法であった。当初、ペルタスとは、重層不評の装備を自弁できない貧しい階層でしかなく、重層不評の補助役としての役割しかなかったが、機動力の低さという重層不評の弱点を補ったり、 投敵により敵をか乱したりといった彼らの役割にも徐々に目が向けられるようになった。そして、紀元前391年のレカイオンの戦いでは、アテナイの将軍イピクラテス率いる軽装不評部隊がスパルタの重装不評を破り、ペルタストでも重装不評に対抗できるということが示された。ペルタストは主に投げ槍による三平戦を行うが、 他の軽装不評とは違い隊列を組んで、白兵戦も行うこともできた。投げ槍は投敵の際に、指がうまく引っかかって、力が伝わり威力や射程が増すように、紐を結びつけられていた。ギリシアには、投げ槍以外にも、弓やスリングもあったが、弓は主に競技用で、これが戦場や狩猟で用いられることはそれほど多くはなく、もっぱら競技として使用されることの方が主で、 戦闘での射撃の際は、こうした投げ槍による攻撃が、ペルシアやスキタイといった他の文明よりも多かった。現在の投擲競技やり投げもこうした投げ槍の技量を、各々の都市国家が古代オリンピックで競い合ったことが、起源となっている。ペルタには軽い盾で足を編んで作ったものや、円形のものもある。ありがとうございます。